トロだね。俺はね、大トロが好きなの。隣はトトロ。じゃなくて、隣は大トロ。ね。ああ、食いてえな。滑ってるね。そろそろ秋ですね。秋はね、芸術の秋、食欲の秋、女子アナの秋、いいね。今日ね、地元のホールに行って、なんと、コンサート聞いてきました。へえ、いいだろう。いやー、楽器、ね、楽器弾けるっていいね。羨ましい、本当に。聞いてきたのがね、ハープ。ブルースハープじゃないでしょ。ね、ハープ。ちょっと、ラララララララン、ってね、してる。ボロロロロロロロン。ハープ。あと、バイオリン。知ってる？バイオリン。ギーコ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 ギーってな。ギーコ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 、ポロロロロロロン、ギーコギーコギーコ、ポロロ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 ロ。優雅でしたよ、本当に。いいなぁ、クラシック。俺がクラシック行くの。いや、あのぐらいの20年ぶり。あ、こう、どうしたかな。ギーコ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 。優雅でしたね。このままね、秋になってね、本当に芸術の秋になって、ね。このまま行ってほしいもんですね。いやー、豊かなね、日曜日でした。ギーコ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 、いいな。これギーコギーコなんだ。じゃあ、演目はね、ギーコギーコがね、一人でソロでやってた曲があった。ありましたね。そういうことも起こりるんですね、クラシックは。でね、驚いたのがね、バッハのアヒージョだって。バッハもアヒージョ好きなんだね。なんか、バイオリンソロのアヒージョ、どういうんだこれ。油で煮るのバイオリン。てか、アヒージョ。まあもうアヒージョ好きだったな。美味しいもんね、アヒージョね。これからね、秋ですからね。キノコのアヒージョ。バイオリンソロのアヒージョ。それをね、音楽にしちゃうんですね。感性豊かですね、やっぱ。やっぱ俺も頑張ろう。ねえ、うん。マカロリーグラタンのアヒージョ。マッコギ体内のアヒージョ、なんか濃そうだな。なんかちょっととんでもない味、なんていうのかな、濃そうだな。決して食べたいとは思いませんね。誰がトトロやね。秋だからね、ゆっくりね、寝ましょうね。ギーコ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 。あとあれだ、小さな好みが一つってね、なんか暗い歌、あれやってたんだけどね、あれビーゼの曲だったんですね。驚いた。ビーゼって何人だったっけね。薄いトゲ、こういうね、電気感謝みたいな顔してるね、確か。ビーゼさん。ね、びっくりした。俺みんなの歌の、みんなの歌の太田博美さんか、チェリッシュ、
それのどっちかの曲だと本当思った。ビーゼだって、いやー大丈夫だな、今日はね発見いろいろあった。アヒージョ、バッハ、アヒージョ好きだったんですね。あのね、シーね、シー相変わらずシーでやってますよ。シーね、シーって落ちそうな気落ちて、その上にあのあらゆる飲み水乗っけて夢町なんか何でも、例えばデーの電音部のシーの電音部のあのデーの飲み水とか E の飲み水で S シャープの飲み水で、その時はソドミ、あ、ミソドにする、ミソドがね、で A フラットのミソド、 A のミソド、 B フラットのミソド、D フラットの、ミソドね、 D フラットのミソド、この低音部は、わあびっくりした。ギーコギコギーコギコ、いいな、よかった、いいよかったな。やっぱアートっていいな。やっぱ見に行こう、また聞かれたら。いや、ほんといいもんじゃ。皆さんもね、もっと真面目にね、あの上品なクラシックね、どんどん聴いた方がいいですよ。やっぱ人間、品格が大切です。ね。俺、ああいうのばっか聴いてると、やっぱ女の子にモテっかな。頑張ろう、本当に頑張ろう。まあいいや。とにかくあの C の上にあのいろんなドミソを乗っけてきますね。あとは C のトライアドで、その後にその上にいろんなまたドミソで、あのミソドがいいな、やっぱりミソドがね、なんか一番サウンドすると思うんだな。ほらな、これはね、C 分の D な、美しいでしょ。 E のドミソ、あ、これも美しい。B フラット、 C 分の B フラット、もうドミソですか、ドミソドミソね、 C ドミソ、 B フラットの、ミソド、おお、これそうじゃん、これはね、ソドミ、B フラットのソドミがいいね。いいね、悪いじゃなくて、僕はこっちのが好きだっていう、あくまでもそういう範疇ですから。新しい、新しくないじゃないです。これいいですよ。買ったんだよ。あ、もう固定されてる。ちょっと嬉しくてね、お茶の水で買ったの。まったくね、そういうね、ことをね、おすすめ、弾いてみて、で、その、なんでかな、音楽教育では、まともな音楽教育では、不協和音というされてるね、和音らしいじゃないかな。で、そういうのね、もう、臆せずどんどん慣れましょう。慣れることをおすすめします。サウンドになれるんです、その不協和音に。ね、これかっこいいでしょ。これもね、イントロに使えると思うけどないですよ。これはもうずっと C ね。これはなんか適当にやんない、まあ、E の E と D と E と A シャープ、F シャープのあのミソド動かしただけです。ね、ちょっとね、コンテンポラリーでね、本当にね、あのミーハルでしょ、ね、ちょっと頭がおかしい女の子はね、あ、かっこいいですわって言うと思うよ。ちょっと頭おかしいやってね。まあ、まともな女の子の前ではそれ言ったらちょっとね、あの人が変な、汚い和音を出してる、やだ、ちょっと近づかないってことはいいんだけどね。まあ、そんでね、これをあると、
本当にね、コンテンポラリーなことにやってんだなって、ね、えばれます。ほんで、えばって、あ、なんかこの人オーラがあるな、強いオーラがあるな、なんか男らしいってんで、やっぱり女の子にモテます。だから変な女の子。ね、変な女の子にモテます。いいぞ。いわゆるね、一番いけないのはね、固定概念があること。固定概念って思いっきり、ここでいかに固定概念を捨てるか、それに尽きって思いますよ、本当に。固定概念がね、本当にあるともうダメ。だから本当にね、やっちゃダメっていうことは言っちゃいありません。本当にと俺は思ってます。やっちゃダメってことを注意してやってるプレイヤーはそうなんです。全然否定してない。マジ、本当にそうな、そういうのはもう正解。だけど僕はもうちょっとこういう考え方やったんだっていうか、もう自由にもと。何の堂々としても、ただ本当に自分が気持ちよくて、自分が気持ちよくて、自分が父親、自分を信じる。自分が許すっていうか、自分を信じる。で、どうな、で、出しちゃうとはもう自信持って。反省なんか一切ない。やったらね、もう、どうな、もう固定概念を取っ払って。でも見たことない音、聞いたこと、こんなサウンド聞いたことないってことをもう出す、こっちこらないこらないって言うんですね。で、それじゃあ大体はもう、こういう音出したらダメとか、これやったらダメ、あれやったらダメっていうのは、足かせになると思います。僕はそう思ってます。決してそういったない考えの人がほとんどです。それはもう絶対信じない。もうそれはあれに、むしろ正しいです。それやってるから女の子モテます。きっぱり仕事もあります。生徒もいっぱい来ます。だから音楽で生活できてますね。僕の考え方で、ね、やってるってね、本当にね、変なのしかね、変なのここ最近来ねえんだよ。生徒募集します。友達ね、失いたい方、これ本当にマジで。友達ね、失いたい方は、おすすめです。おりにならんの、本当に。ピアノ、音楽、俺に習って。ほんで、生徒、友達を失いたい方、弟子、おすすめです。ね、いつでもウェルカムで、教え、させてもらいますので、友達に繋ぎたい方、生徒も教えます。この後、曲は、秋の、いっぱい食べて、いっぱいアートしてね。で、いっぱいね、女子アナもね、テレビで見て。で、いっぱい寝る。で、そう、もう、普通ね、寝るための音楽をアップします。もう1年ぐらい前の演奏かな。聡明にスターズっていうね、たくさん星がみたいな、曲です。セルメンの曲なんですよ。セルメンって言ってもね、新しい接着剤じゃないですからね。新しい、なんでもよくつくセルメン。ありそうな。静かな。ね、聡明にしたり。まあ、曲の内容はとにかく、あんだけの星があって、で、私はどれを選ぼうか、どの道に進もうかとか、なんかそういうことらしい。で、僕は、あんだけ星ってな、の女の子で、ね。こんだけね、世の中にはね、女の子がいっぱいいます。どれを選ぼうかな。みんな選ぼうかな。つまり、全世界のお姉さんはみんなわしのものってね、曲です。希望、希望、
溢れるでしょ、元気つくでしょな。こんな俺でもひねする人もそってねえし、ギーコギコギーコギコペーペケトロン。バカにしてませんか、本当に。これだけの優雅な、優雅な思いをしてきました。そういうわけで、全世界の姉ちゃんはみんなわしのもの。ドラえもんにもありますよね、ドラえもんの曲。あの子もいいな、この子もいいなって、これ以上歌われてるとね、もう放送禁止音楽はラルチになるんで、ちょっとここの方を歌えてきますね。まあそれでシェルメンの照明にしたけど、のっぱが悪を達成で、まあね、きっとね、よく眠れると思います。本当に。本当にきっとよく眠れると思います。では、ね、ギーコギコピーコギコギーコギコギー、ポロロロン、ポロロン、こういう音楽ですよね。ポロロロン、で、ギーコギコギーコギーコ。いいな。俺もなんかこんな楽器やってないって、なんか、そういうもっと美しい楽器やな、やってると。やっぱ女の子に近づけるかな。そんな、こんなことやってるからね。女、周りに女子いないんだな。ほら、ほら、言うなら、ボロロンとかギーコギーコやれば女と。